重、おっちょっとちょんって選手の回もう一度シュート、なんと滝が決めました。リーグデビューで初ゴールでした。キュータピンポイントでしたけどね、クロスバー叩いた後入ってなかったんですかね、はい、そうですね、入ってなかったですね、はい、ライン上でしたね。でもやっぱりエスパルスの選手たちね、最後まで諦めないで こぼれに対しての反応っていうのはね、まあ、ガンバの選手よりも多かったですからね。ここで試合終了、2対4、今シーズンの初勝利はガンバ大阪の手に。